シベリアひなげし、シベリアひなげし、西ヒリアビナゲし、学名、パペイバーニューリコールは、ケシカケシ属の植物である。本来は短命な出根層だが、高温多湿に非常に弱いため、秋巻一年層として扱われている。現在では、和名のシベリアひなげしは全く用いられなくなり、英名のアイスランドポピーで呼ばれている。花言葉は、慰めである。種名は、 裸の茎で家系に毛が生えていないことに由来する。以下の各種は本種のシノニムであるとされる。1759年に北極体験体に加わっていた植物学者によってシベリアで発見されたためこの名がある。野生化の原種はシベリアから極東に分布しており、シノニムとされた別種を含めると北アメリカの艦隊にも産する。また品種改良された園芸種が 世界中で栽培されている。英名のアイスランドは発見された、シベリアの気候等に由来しており、アイスランド共和国とは関係なく、同国の国家も、蝶のスケそうであり、本種ではない。シノニムとされた、種の一つ、チシマヒナゲシ、ピーミアビナムは、チシマ列島の中部から南部にかけて分布しており、仮に同種とみなすと、北方領土にも本種が、自然分布している。 可能性がある。ただし、日本では、本種と千島ひなげしは別種であるとの説が主流である。利尻島の利尻岳にも木花の利尻ひなげしに混じり、白花の千島ひなげしが見られるが、こちらについては、自然分布ではなく異入種の可能性が強いとされている。草丈は三十センチメートル余りで、茎はよく曲がり、その頭頂に薄手の和紙のような壁に四枚から構成される。 カップ型の花をつける。花形は、野生種では、約5センチメートルほどだが、園芸品種では、この3倍近くの大きさになるものがある。野生種の花色は白もしくは黄色で、消しと異なり花は、ほのかな良い香りがする。葉は、鵜上複葉で毛深く、長さは2.5から15センチメートル余りになる。本来多年生で、で言うと 3A-10B で、冬可能である。 丈夫であり、体幹性に優れているが、暑さにはとても弱いため日本などでは越年層として育てられることが多い。他の消し族同様、有毒アルカロイドを含んでおり、植物体すべてが有毒化する傾向がある。本種に含まれる有毒アルカロイドには、ベンゾフェナンスリジン系やケリドニンがあるが、モルヒネのような麻薬成分は含まれていない。園芸種として人気があり、 1>, 1日で散ってしまう他の消しと異なり、花が数日間持つので切り花にも用いられる。多種多様な品種改良がなされ、多くの品種が創出された。白と黄色だけの野生種と異なり、園芸種はオレンジ、サーモン及びローズピンク、クリーム、これら各色の絞りなど、過色の変化に富む。一例を挙げると、などがある。 日本では草丈30から35センチメートルのゲルフォルトジャイアントと草丈25から30センチメートルのカクテルミックスと呼ばれる品種が主に栽培されている。日本では一株ずつ鉢植えにするといったことはせず、庭地や畑に群生させ、花畑を演出するのが主流で、各地に見られる花摘み園などで主役となっている。遺伝学的には、 白花は木花に対して優勢であり、オレンジやピンクなど、その他の色はそれよりさらに劣勢であることが分かっている。日当たりが良く、水はけの良いアルカリ性土壌を好む。他の消し属植物の例に漏れず、直根性で、種子は文字通り消し粒のように小さい。9月末から10月にかけてが発種に適しており、古外のよく乾燥した土壌に直巻きする。古い種子は、 発芽率が落ちるので多くの開花を望むのであればなるべく新しい種子を巻いた方が良い。前年の秋に巻いた種は翌春に開花するまでに成長する。夏が厳しくない地域では秋まで数度の開花を楽しむことができるが多くの地域では暑さに耐えきれず夏の間に越しする。その他屋内で発芽させ10から20センチメートルに育ったところで その後移植する方法がある。ただし本種に限らず、消し属は移植を嫌うので以下のような方法で行う。苗床を作るには、湿らせたおがくずを詰めた紙、またはピートでできた容器を用意しそこに三から五粒ずつ種をまく。多くの園芸書では種子を冷やすことを説いているが、本種は気温摂氏二十一度でも十分発芽することが実験からわかっているので、基本的には、 その必要はない。ただ、ハッシュ後に土壌の表面を少し押して、種子を埋没させた後、表面に砂もしくはバーミキュライトをかけ、その後表面をさらに湿らせた方が良い。この容器は乾燥させてはならず、そのためには容器をてっぺんを開けたビニールで包んだり、するのが良いだろう。また容器は直射日光の照らす暖かい場所に置くこと。温熱マットがあるならそれを敷くのも良い。 こうすれば、苗を得ることができ、春先になれば、できれば、古外の日当たりの良い場所へ移植する。その際間引きして、株と株の間隔を二十三から三十センチメートル程度開けてやれば、もやしのような、ひょろ長い姿にならずに済む。もし鉢植えのままで行くのであれば、鉢には水はけの良いカヌ窓などを入れ、一方で苗には水を切らしてはならない。ただし、 草丈が1 0センチメートル以上になったら、表面が湿る程度に水を与えればよく、指の第一関節より深くは乾燥させておく。施肥は週一度でよく、窒素分を与えすぎないこと。花が続々と咲き始めたら、散り始めた花はさっさと取り去り片付けてしまった方が良い。結実は株の寿命を縮める大きな原因である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。